はい、それではライドシンバル刻めるようになってきたら、最初にクラッシュシンバルを入れてライドシンバルを叩くっていう動きをちょっと挑戦してみてください。ハイハットでさっきね、もうできてたんで、この動き結構型に入ってきてると思います。今度はこれを叩くんですけど、ここからこっちに行くと、足と一緒にドーンと叩いたら、すぐにここに行かなきゃいけないんですね。そうすると動きがちょっと大きくなるんですけど、ドンチンドンチンタンチンっていう風に、ここの2個目の音をちょっと意識してあげる。練習パッドってこうスタンドに乗っかってる丸いやつとか、うん、じゃこう練習パッドがあるとして、どうやって練習しようかなっていうところになると思うんですけど、家でやるんだったら、例えばちょっと狭いんだけど、まあ、ここをちょっとハイハット代わりにして、クラッシュをこの辺にしてとか、ライドここにするっていう風にちょっと分けてあげる。最高ハイハットで練習するときは、足をクラッシュこういって、じゃここクラッシュ、この辺クラッシュって決めたら、クラッシュを叩いてライドに行くので、こういうちょっとイメトレしてください。これだけで、あのドラムセットに入った時に応用ってすごく楽なので、パッドの中でその叩く場所を変えてあげる。ハイハットクラッシュしてライド、そういう練習するとこうね、ここだけでもなんかドラムっぽいことができたりとかしますので、はい、そういう風に練習してみるといいと思います。 OK。